台湾の観光地へと参ります。まずは中間スプリント賞です。中間スプリント賞は南大隅高校猿川博樹選手プロモーターは引き続き副市長下平杉下まで務めていただきます。中間スプリント賞となりました谷川選手には地元賞として同様の立ち回りでお寿司も福祉のお茶福祉のお米さらに UBCS のみ同じのクリスでサウンドのセットが贈られます。それでは写真をお撮りいたしましょう。何が笑え。うまい。中間スプリント賞、谷川博樹選手でした。ありがとうございます。それでは続いて、百人の賞賞へ参ります。社会人の皆様、今回はオープン参加となっておりますため、賞状をお渡しするのは、アウトドアライフレーシングの大谷選手のみですけれども、地元賞としてたくさんの副賞をお持ちいただいているということで、着順で発表をいたします。コンセプトになりました。南大隅高校、武藤博樹選手。
それでは、夜のリーダージャーニーの授業へ参りましょう。作家たちの人たち、アウトドアライフルーシング、大谷健一選手です。さっきのこの両目つけたルーサイクリングの緑のジャージを着て、長崎の南大隅高校とともに走りました。ポーズをしましょうかね。Thank you.